先日の組み立て方、4本目がフォアブロック、そしてオンライン講習会となっています。また5月から皆さんにより利用してもらいやすいようプレミアムプランの内容を変更しました。詳しくは概要欄をご覧ください。一緒に強くなりましょう。ロング打ちと、下回転症カウンターをいつもシダでやるんですけど、なんで台上とかやんないのかって言ったら、台上とかってもう慣れでなんとかなるんで、だからやっても多分どれでやっても全部入っちゃうと思うんですよ。あんま違いが分かんない、うん、結局卓球って割とドライブ対ドライブとか多いじゃないですか、うん、回転とかがぶつかり合った時が一番生の性能分かるんで、短いかもしれないですけどこの3つで本当分かるんで。まずじゃあ MXS で S から、はい、こういうの大体僕分かるんですよ。もういいか悪いか、おお、もう大体この感じで、これどうですか、まずどうですか MXS いい、おお、こうやったとこのカチッてならないんですよ。はい、それこっちってなります。このおお、なる、それと MXS、 これ D、 なるんですね。なります。 D はこれだと、なんか回転に負けてる感があるんですよ。割とここで判断する場合もあるんです。
一回いいですか。はい。なるほど。全然ボール行くんですけど、クワタの方がちょっとこもってる気持ち、打球感が。こっちの方がしっかり自分で打ってる感があります。S の方が。クワタの方がボールの多分球の質はあんま変わらないんですけど、ちょっと打球感が S の方があります。このクワタの方が打球感が若干僕からしたらちょっとないように感じるんで。ボールのその回転量だったり、スピードは言うて S と変わらないです。まあ、これも好みですね。でも全然いいですね。じゃあ次、K3。はい。これ僕、ご利用しのラバーなんで。これ現にバック使ってるんで。だいぶ失速で僕、なんでバックに使っていいかというと、バックは僕パワーなんですよ。パワーなんか使えないんですね。あー、はいはい。ケース的は。パワーでしたら全然おすすめなんですよ。だから明らか、一番球遅いじゃないですか。一番上に上がるんですけど、2年間多分。だけど、球なんか、急に遅くなるんで。多分、それ僕、バック、そうなんです。あー、フォアバック、バックに使ったら、その、はい。たりとか、なんか持ち上がって入ってくれる感覚はあるんですけど、全部ボーダーみたいな感じで、なんか回転量もそんなないボールでいっちゃうね。ユウジ君のバックみたいな、多分フォア感覚だと思う。いやいや、それはないです。それはないです。今のは感覚のお話であって、それでは違います。あ、でも、上に上がるんですね、やっぱり。全然その、いいラバーではあるんですけど、フォアで使えないなってことは。でも、まあ、微粘着が好きな人は好きなんだろうなって感じです。僕、その、パタリアの時は 09C バックに使ったんで、09C と似てるんですね。ほぼ変わんない感じですよ、09C と。で、09C より若干球が速くなったって、受けてる人からは言われました。だから、ケースでは僕、バックはすごいおすすめなんですよ。上に上がるし。はい。だから今やっぱりチキータとかする人が多いんで、簡単に蹴りやすいんですよ。上がる分、はい、勝手に入ってくれるっていうのが、KC の特徴なんで。じゃあ、NXS、カウンター。これすごいおすすめだわ。上には多分めっちゃ上がるんです。はい。S。
性能いいですね、値段の割に。そうです。こんだけ万能だったら、全然ある。ヤクルトファンタムの方が速いかも、俺。マジで。硬いバックやらない。そうです。